アーブラハム、ガイガー、アーブラハム・ガイガーは、ドイツのラビで、ユダヤ教改革派の指導者。ユダヤ教を普遍的な使命を持った、世界宗教として捉え、民族的色彩を除いていくことに努めた。ダーフィとシュトラウスから、大きな刺激を受けたガイガーは、当時1870年代の文化闘争などで、カトリックに対抗するドイツのプロテスタントやリベラルな、国民主義に接近し、 ラビのユダヤ教を改革することで、ユダヤ社会の近代化を目指した。1835年から1847年にかけて、ザイトシュリフトフィア受理者テイラギー氏を共同刊行し、1862年から1874年にかけて、受理者ザイトシュリフト氏を編集した。ユダヤ教とその歴史などで、イエスの教えは、オリジナルなものではなく、 パリサイ派の倫理の延長にあり、イエス教では天国崇拝が新しいだけであるとして、イエスはガリラヤ出身のパリサイ派ユダヤ人であるとした。ガイガーはリベラルプロテスタントの視線でユダヤ教の歴史を描き、パリサイ派を進歩派、サドカイ派を保守派と見た。本来衛生のためであった活例に関しては野蛮デチ生臭い儀式などとみなしたりした。 1854年に改訂して出版した、祈祷書からは、天使、えりに関する記述を削除した。また、ディアスポラの終焉と、シオンへの帰還、エルサレム神殿の再建などの祈りも除外した。ガイガーによるパリサイ派のサドカイ派の対立の図式は、モムゼンにも影響を与えた。同時代の正統派ユダヤ教の論的には、ザムゾン・ラーファエル・ヒルシュなどがいた。 上山康都市2005、P280 から281、上山康都市2005、P271 から2、上山康都市2005、P278、上山康都市2005、P279、反ユダヤ主義聖書学。ありがとうございます。